皆様、おはこんばんちは。知らなきゃ損する。シリコンで洗車傷が消えてなくなってしまうわけではありませんが、洗車傷が目立たなくなるところを撮影しました。そして最後にシリコンのムラ消し方法も撮影しております。気になる方は最後までご覧ください。ミズ洗車は終了して発杖状態の確認です。ボンネットの発杖力がありません。いつもここだけシリコンの耐久性が悪いです。エンジンの熱との関係があるのかもしれません。水分を拭き取り、早速シリコンルブ DX を吹きかけていきます。濡れたタオルでシリコンを伸ばしていきます。シリコンがまだ伸びきっていません。ノズルを霧に合わせ、もう一度ボンネットに水をかけます。そしてシリコンを均一に伸ばします。若干ですが、シリコンのムラがありました。乾いたショップタオルで拭き取ればなくなります。では、洗車傷が目立たなくなっているか確認です。拭き残しを発見しました。マイクロファイバークロスで拭き取ると簡単です。今回はシリコンで洗車傷が目立たなくなる様子を撮影しました。この動画が良かった、ためになったと思う方はチャンネル登録、高評価してもらえたらとても嬉しいです。動画制作の励みになります。ではまたお会いしましょう。